お疲れちゃんです。ラットです。そして、ボイン急遽です。お願いします。早い、早い。高速バージョン。ニュー挨拶。ニュー挨拶ですから。え、なんでこれ本当に、ニュー挨拶でやんない方がいいですよね。公式化しない方がいいですよね、あんまり。うん、よくないです。よくない。だって公式の、なんかね、例えば生放送とかに、例えばさ、ボイン。ボイン、ね、ボイン急遽ですって、やれないもんな。じゃあやめよう。やめます。やめます。何ですか、今日は。今日はですね、キョキョさん。はい。最近ちょっと薄れて聞いてるんですけど、キョキョさんといえば何ですか？でも僕はスパーキーじゃないですか、そしたら。別で、他では他。え？他なんかあります？キョキョさんといえば何々みたいな。ジャイ！え？違う？え？え？ちょっと待って、ちょっと待って。わかんない。どういうこと？クラロワで？クラロワで？はい。クラロワスパーキーじゃないんですか？まあ、別だったら、他だったら。よろしく。いやー、甘いっす。あなた忘れてるんですよ、キョキョさん。キョキョさんといえばゴブリンじゃないですか。忘れてる。なんだ、なんすかその入り。なんでなるほどね、なるほどね。なんで、今日はね、ちょっと、キョゲさんに、はい、ゴブリンデッキで挑みたいと思います。おー、なるほど。オールゴブリンで。オールゴブリン。キョゲさんは別に、スパギでも、な、うん何でも。あー、普通のデッキで、じゃあ勝てんのかみたいな。やりたいと思います。いけるんなんじゃないの。じゃあ僕、既存のデッキでいきますよ。はい。なんかワンチャンいけそうな気がするんで。はい、僕は、目立ってもいいですけど、はい、目立って勝つより、既存のデッキで別にいけるしみたいな方がちょっとかっこいい感じ、かっこいいんじゃないかなっていうね。僕はマジでこれは見せてオールゴブリンですね。多分オールゴブリンです。でも実はゴブリンって結構完成してますね。そうなんです。まあ呪文がないからちょっと強いんですよね。なんかフキアとかバレルギャングって結構強いんですよ。確かに使用率的にもなんか高そうだし、そうなんです。デッキとしても割と強い、はい、でただね、はい、ただやっぱ呪文がなかったりはするんで、はい、うん、はい、まあ、できるかも。まあ、普通にやりますよ、はい、僕も。はい、全然普通で。いいですか？はい。いいですか？はい。マジで忘れてたっすよ、ゴブリン。いや、だって、ジャイって言われて僕、えって思ったぞ。ジャイデッキとスパーキデッキ使えないんだよね。そういう、だからラットさんってさ、はい、結構あれじゃないですか。デッキの人じゃないですか。デッキとか、まあまあ、で、いろんなデッキ使えるから。はい、そういう質問かなと思うんだけど、逆に、ドズルさんが、はい、キョキョさんといえば何ですかって言われたら、え、なんすかゴブリンすかみたいなこと、はい、なったのかもしれないですけどね、はい、なるほどなるほど。ちょっと一回こういうのコウモリ、謎のコウモリっすか。コウモリさんです。コウモリさん、コウモリさん、なかなか珍しい。お、なるほど。そう珍しい。いや、僕といえばやっぱジャイなんで。あー、ジャイスパスね。ジャイいや、これで僕は勝ち、はい、あー、だからそれやだな。まさか、さて相性悪い。さては。いやー、出ましたね。ここ守れたら勝ちだと思ってるんですよね、僕は。守れるんですかって話ですよ。そこなんですよねっていうねねっていうやつですね。いらん。オーケー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 。あー、よしどんどん来るなゴブリン。あー、入る。待って、あれ、先生やばい、先生やばい。ちょっと待って、先生圧倒的強そう。あれこれね。あれ、これね、これですか。先生ちょっとあれじゃないですか、やっぱ慣れてないんで一回やめた方がいいんじゃないですか。初めて作ったっす。え、マジっすか。どうしようかな、これね。もう、あ、行くんですよ、男は。なるほど。これよ、あれ守れるか、さすがに。あ、今日よ、さあ、あー、スパーキング、このスパーキングがゴブリンかわいそうだと思わないですか。そんなことして。いや、やっぱスパーキーの方がね、偉いですから。偉いって言わない。謎理論。やばい。口から出任せにも程があります。いや、でもそれで言うと、はい、なんかかわいそうだと思わないですか、ゴブリン。っていうのも口から出任せオツですよ、それ。オツですよ、それ。やばい。なんか、普通に負けそうなんですけど。先行。え、ちょっと違うじゃないですか。先行、ちょっと僕、ちょっと、やっぱ気合入ってるんじゃないですか、僕、やっぱり。いや、ゴブリンには負けたくねえ、みたいなのあるんじゃないですか。そんなおしゃれなトルネードする人でしたっけ。え、攻めとるんですよ。いや、僕、プレイしてますよ。なんかね。なんか裏で、高チャンネルやってるドッキリとかじゃないから。ほんとっすか。やってそうなんすけど、なんか。やっぱおしゃれに行かないと、やっぱり。あー、削ってきますね。攻めますね。あ、結構攻めますね。結構。やばい、これは終わった。終わったー。いや。まあ、共有範囲、いいコンボです、ね。やばい、いや、これね、ノックバック右行ってくれるっていう事案があるんですよ。よし。うわ。あ、それ計算してるんですか。それはね、ちょっと計算。やばい、それは。仕掛けた。お、あれ、おいー、いいんじゃない。ワンチャンやばいんすよね、なんか。あ、吹き矢頑張って、吹き矢頑張って、もうちょっと頑張って。いい、待って、スリクラスか。いや、そんな余裕ないんすけどね、僕。ちょっと待ってください。いや、普通に負けてそうなんですけど。いや、参る。頑張れ、オッケー。いや、いいザップ。
や、誰誰誰、オッケーオッケー、いいよ、いけいけ、打て打て、え、打つよ、あいよっしゃ、あやばいやばいやばい、さあ、僕のターンいきますね、それなす、いや、しかし私も防衛しますよと、いや、そのスパーキー厄介なんですよね、攻めるか、逆サイって逆サイですか、逆サイ行こうかなと思ってます、すぐ逆サイの人、すぐすぐ逆サイ、あーと、いやでももしかしてめっちゃいいマスケの位置じゃないですか、結果さん、なんかめっちゃ分かってないですか、いや、それ嬉しいんですけど、僕的にはちょっと焦る焦る、え、そんな、え、こうチャンネルこれもしかして、いや、おーい、やだー、こうチャンネルですか、今いや、やってますよ、僕がえありがとうございます、マジっすか、デベロップ、え、負けたんですけど、ただただじゃあもう一回、もう一戦ですよ、もう一戦、相性良かったんじゃないですか、だって、ね、いやー、ちょ、もう一戦、そうですね、ちょ、勝ちて、さすがに勝ちてです。もういいでしょう。いや、怒られちゃう、怒られちゃう、叩かれちゃうから、ちょっとこれ。いや、バレルがでも刺さるんですよね、僕も。あ、でも確かに。さ、ではゴブリン弱い説ですね。確かに。バレルをね、いかに止めるかなんですよ、僕の課題はね。もっともっと僕はじゃあ攻めた方が良かったですね。いや、リベンジ。リベンジ。リベンジ。ギャーと、最近ね、これハマってんすよね。これとこれ。で、いやらしいっすね、なんか。いやらしくはないし。はいはいはい。僕は、プリンセス安定で大好きなんで。さあ、もう行っちゃいますよと。はい、ぜひ。うわぁ、いや、その順位は、甘え甘え甘え甘いっす。やべ、なんかカレー食べたくなってきた。え、どういうことですか。どうでもいいけど。カレーっすか。カレーは急じゃないですか、カレーとか。カレー食べてます最近。食べてないっすね。やべえな、やだな、ちょっと待って。あれ、大丈夫ですか。いや、でもコウモリがこっちも処理できないんですよね。よしよし、なるほど。うーん、なるほど。ちょっと嫌っすよね。ちょっと嫌ですね。ちょっと、いや、しかし行くんじゃないんですか。いいザップ。まあ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 。バチン、いや、ランバ強えな。いや、ランバやばい、ランバやばい、待って。あれだ、スパーキーがやばい。おしゃれとるね。え、あ、危ない、ラッキー、ラッキー、めっちゃくちゃラッキー、無駄じゃん、オーケー、スパーキー今日調子いいかもしれない、そんな打ちます、まだスパーキー調子いい、今日調子いい、調子いい、調子いいっすね、いや、分かったっす、僕気づいた、気づきました、範囲が分かった、範囲五分超えがいらないっすよ、おー、なるほど、確かに確かに、ということで五分超え出さずに回転で攻めたいと思います、くんのか、くんのか、はいはい、あーでもやだな、さあ、なるほど、あ、やべ、マスケ、いやー終わった、これ終わった、終わった、よしよし、1個とりあえず折ってこのまま一気に行きたいですね、いやいや、それはね、許さんよと、それ許さんよと、やべ、ランバーが来る、いや、ランバー、うわー見てますね、やっぱり、いや、ランバー強くないですか、ランバー強いランバーのゴフに一発でやる、いや、え、やばいっすよね、めっちゃ早いんですけど、この人。ちょっと待って。僕今日普通に清宮さんにボコされる動画だったんですけど。まあ、たまにはいいんじゃないですか、先生。先生、たまにはいいんじゃないですか、たまには。やっぱ、あれ、清宮やっぱゴブリンだったらやっぱ強いな、清宮の方がっていう。いいんじゃないですか、たまには。いや、いけないっす。いけないっす。いけない。僕は、常に無敵じゃないといけない。常に無敵じゃないといけないんで。欲張るなぁ。すぐ欲張る。うわぁ、マジか、それ嫌だったんですよね、個人的には。さあ。やばいやばいやばい、本当にやばい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ちょっとまずいです、これ来たんじゃないですか、まずいです、まずいです、先輩まずい、ええ嘘、先輩まずい、まずい、まずい、本当にまずい、先輩、いやギリ、いやギリ、先輩、いやギリ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 、めっちゃ耐えますね、いや今のこれ耐えた先ね、これやばくないですか、いや結構きついんですよ、それ耐えた先の、あ入っていく、待って待って待って、危ない危ない、集中集中集中モード入ってる今、待って、やばいやばい、スパーキー、あーい、あー、しかも吹き込む処理、いや、まあ、まあ、やめてくれ、やだな、吹き込むなんですか、吹き込むなんか、巻き込み事故が起こりました、どっか行っちゃった、どっか、いやいや来るじゃん、そっちだから、よしよし、いや頑張るしかない、頑張るしかない、行くしかない、行くしかない、行くしかない、いや、やめて、いや入って、やめて、やばい、頑張れ、さてはやばい、さてはやばい、俺ジェイだ、ギリ回った、ギリ回った、ギリお願い、あ、いらん、いらん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 、いや耐える耐える耐える、あ、そっち行っちゃうんか、そっか、一発、あー違うんだよ、お前じゃないんだよ、じゃあ行くの、じゃあ行くの、オッケーオッケー、え、待って待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、いや本当に嫌だ、本当に嫌だ、待って、本当に嫌だ、本当に嫌だ、じゃあ本当に嫌だ、よし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 、え、いいんじゃないの、いいんじゃないの、マジっすか、ちょっと、いや僕2連敗
いいんじゃないですか、たまには先輩。仕上がってるじゃないですか。今日調子良かったっすね、今日ね。でも呪文入ってないですからね、ラットさんね。それやばい、悔しい。まあ、たまにはですね、もうたまにはですね、たまにはいいかな。まあね、まあね、やっぱよかったね。てかね、相性良かったじゃないですか、それね。いや、もうね、京介さん優しいっす。こう勝った時だけ相性良かったって言ってくれる、素晴らしい。こういう人間性ですか、人間性の良さが。本当にだって呪文入ってないよ、出ちゃってますね。うん、ってこの勝ちをまぐれって言うんですよね。まあ、もうありがとうございます。ちゃうわ、やめてよ、やめなさい。褒め殺しやめなさい、人の良さがこう。いや、褒め殺しやめなさい、ちょっとやめなさいよ、ほんま。悪役ですか、僕は。僕は悪役です。はい、というわけで、はい、いや、2年いっぱいは辛いですけど。いや、でもね、やっぱこう詳しいからね、やっぱラッツさんもね、久しぶりにちょっとキョウキョウさんにちょっとゴブリンを思い出してもらいたかったですね、僕は。あ、なるほどね、なるほどね、なるほどね。いや、でも久々になんかこういうゴブリン、確かにゴブリン企画最近やってないっちゃって、全く見てないですね。確かに、だってジャイアンって言ってました。違う、僕ね、違う、かっこよくなってんすよ。僕もかっこよくなってるからゴブリンじゃなくなってきてるんですよ。いいっすか、視聴者さんもね、それを認めてきてんじゃん。いいっすか、かっこよくなってんの、かっこよくかっこよくなってんの、かっこいいです。というわけで、本日フォローさせていただいた京介さんのチャンネル概要欄に貼っておきますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイします、バイバイ。京介さんのチャンネルでも僕とのコラボ動画たくさん上がってるので、ぜひぜひ。彼女の話も20分くらいしました。あるっす。ぜひ見ていただけたらいいなと思います。というわけで、お会いしたいと思います。お疲れ様でした。